続いては兵庫スター食材図鑑です。県内の魅力ある食材をスター食材として図鑑にしていこうというコーナーですね。で、井川さんたちが今回釣りに挑戦されたということなんですが、はい、よくね釣りされてるけど川は初めてだったんですかね。そうなんですよ。海とか、ね、池はあるんですけど川は初めてで、はい、あ、釣果も気になるところですが VTR 振り早速お願いしてもいいですか。はい、はい、それでは VTR どうぞ。加東市にやってきました。井川さん後ろ見てください。すごい東竜灘っていうんですって、はい、ここ岩と川の流れが激しい、めっちゃかっこいい場所ですよ ね。今回のスター食材は東竜灘の鮎。加古川中流にある東竜灘は毎年5月1日と全国的にも早い鮎漁の解禁で知られています。現在は天然の鮎が減ってしまったため稚魚を放流、解禁日にはおよそ2万匹が放たれました。そんな東竜灘の歴史を加東市観光協会のあえさんに聞いてみましょう。東竜灘ってどういった場所になるんですか。はい、もともとね、あの姫路のお殿様に、はい、5月というのはまだ小さいんですね、はい、その鮎をこうお殿様に献上してたというふうな歴史があって、うん、この場所だけ5月1日になってるんですよ。はい、激しい水の流れや音がまるで竜のように見えることからその名がついたという東竜灘。古くから田畑を潤す水源でもあり、船による運送など交通の要衝としても大きな役割を担ってきました。この岩が邪魔になって船が通らない、うんうん、この上で下ろして、でこの下でまた積み替えるというようなところがあって、ここがその中継地としてね、そこでご飯も食べなあかんですしね、夜になったら宴会もせなあかんのでね、はい、そういうようなこともあって開けてるのと、はい、農業という形になってます、ね、そういう街ですね。なるほど、はい、いやーすごい景色ですよ。すごい。早速2人も鮎釣りに挑戦。教えてくれるのは萩原さんと藤原さんです。こういう毛針を使う。おお、毛針。これは私が作ってる毛針。あ、作っていらっしゃるんですか、藤原さんが。実は藤原さんは伝統的工芸品である播州毛針を作る職人なんです。今釣れるのは10センチほどと小さな鮎なので、この毛針を使うのだとか。釣りをするのは人生で初めてという一条さん。教えてもらいながら挑戦します。ブルブルってきた上に上げて、うん、浜に飛んでたり、浜に飛べたり。なるほど、餌を演じるんか。そうそうそう、いかに美味しそうに毛針を見せる。美味しそうに毛針を見せる、魚の気持ちになって。美味しそうな餌を演じる。そうそう、なるほど。食べて食べて。全然食べへんやん。もっと焦らずね、一応警戒するからね、魚も。そっか、心落ち着かせて。そうこうしていると隣で釣っていた人が。1匹目。うん、はい、魚の影が見えるといいよね。そうですね、ちょっと見えないですね。藤原さんたち曰く、今日は川の水が濁っていてあまりコンディションが良くないのだそう。釣れない。これを楽しまなきゃ、ね、釣れない中で釣れるっていう楽しみは。そうですね、どうしたら釣れるんだろうって考えるのがいいですよね。そう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 ね。釣りに行って今日何も釣れんかったなっていう時も、釣れた、釣れた、ちょっと待って、釣れたのに。釣れたよね今。釣れた釣れた、見えた見えた。え、なんで逃げたの。かかりにおるから。うん、おるって分かると急にテンション上がった。来たかもしれない。いや、来た来た来た。あ、すごい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 、え、すごい。あっと、ごめん。すごい、なんでそんな冷静な。残念ながらこれはアユではありません。アユじゃない。ないんです。オイカワ。オイカワ。はや。
井川さん、お目当てのアユではありませんでしたが、オイカワを一匹ゲット。さらに、あ、来た、あ、そういう、あ、なんなんその冷静な釣り方。これはあれ、あ、また違う、アユじゃないんだ、アユじゃない。オイカワを2匹ゲットした井川さん、一方一条さんはなかなか釣れません。じーっとしてるのあんま好きじゃないんですこの時間の流れっていうのはゆっくりなんでね、これを楽しまないと。そうそうそう藤原さん釣れない。悪いな、おっちゃんがしても釣れへんじゃからしゃあないわ。プロでも釣れへんもんね。最後に別々の場所で再挑戦です。ロケ開始から2時間、ついに残念ながら及川でしたが、一条さん念願の一匹です。いや、釣りこんな厳しいんやってちょっと初めて知りました。そういう日もあっても仕方ない。アユじゃなかったけど釣れた時やっぱ嬉しいですね。そうそうそう、そのためにあの感覚がこう、良くて続けますよね。釣果のことは一旦置いといて、アユといえばやはり塩焼き。じっくり焼いたアユをいただきましょう。すごい立派、美味しそう。中が全然苦味もなくて、うん、ちょうど塩加減も美味しいですし、ほんとふわふわですね。ふわふわ、中が、井川さん、クマに見えるうまい。ということで、東龍灘の鮎をスター食材に登録。いや、鮎は釣れなかったですけれどもね、はい、及川3匹ということで。そうですね、全く釣れなかったわけじゃない。まあでもその日はちょっとやっぱり、あの、多分田植えですかね、田んぼのなんかでやっぱり濁ってて、やっぱりみんな釣れないって言ってましたね。ちょっと畑の水が川に流れてきて、はい、そうですね、なんか鮎からも、あの、毛張りがあまり見えにくい状況らしかったですね。はい、まあ、ちょっとコンディションは良くなかったということなんですけれども、井川さんとしてはね、やっぱ釣りお好きなんで、どうでした？いや、もう初めての川釣りで、ね、うん、あの、ある程度こう、なんとなくこうコツがつかめたっていうか、うん、次だったらもっと釣れるかなっていう感じはあるんですけど。コツっていうのもちょっとやっぱ違いますか、普段やってる釣りの。そうですね、やっぱり棚が狭いっていうか、ないんで、深さがないんで、はい、なんかそこの方をちょっと探っていけば釣れるのかなっていうイメージではありますね。でもやっぱりちょっとじっくりじっくり忍耐のやっぱ釣りのあの時間そうですね、そのお二人が、一条さん、井川さん、あの、あまりに対照的すぎる、はい、ね、温度感も非常に楽しいですけどね、見てる側としては。いや、もう一条さんのエネルギーがすごいなと釣ってる時の、はい、もう早く釣りたいという思いね、はい、まあ、分かりますね。確かに、あの、釣りも、ね、初めてということだったので、でまたこの現地でいただく鮎の塩焼き、はい、いかがでした？いや、もう本当最高ですね。もう本当味も、ね、あの、しっかりついてて、はい、もうふかふかふわふわ出ました、ふかふか、井川さん流のふかふか、もほんとふわふわ、身もふっくらというのが伝わってきましたよ。はい、で、今回ね、大変お世話になりました、こちらの皆さん、加古川漁業協同組合や観光協会の方々ですね、声かけも大変あったかかったですね。はい、ご協力ありがとうございました。で、またですね、釣りには有料証が必要となりますので、詳しい販売店などは加古川漁業協同組合のホームページをぜひご覧ください。そして井川さんの取材メモも見ていきましょう。はい、こちら、はいはい、東龍灘の岩場を利用したこう家計漁っていうんですか、このアユが登っていくのをこう利用して、うん、そこに仕掛けがあるっていうか、これ ね、 そうですね、川をこう登っていったところ、ね、こっちから、そうですね、こっちから登っていって、はい、でちょっと今ね、落ちてるアユ、はいはい、これがカゴに入っていくとい う、 そうです、ね、伝統的な漁法を未だに守っていらっしゃるという。そうですね、はい、こういった漁があることも知らなかったですね。で、次回が井川さんね、また料理編ということで、はいはい、どうですか？ちょっとね、包丁さばきが難しかったっていうか、まあ、でも
完成度はいいと思いますよ、ね、はい、またどんな料理が登場するのか次回もぜひ皆さんお楽しみになさってください。ここまで今日のゲスト井川圭さんとともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はニュースとお天気です。